こんにちは、ようこです。今日は7月の12日の火曜日になります。皆様いかがお過ごしでしょうか。私の住むこのドイツのドルトムント市なんですけれども、現在朝の10時なんですけれども、気温が21度。で、外はね、すごくね、よく晴れていて、で、今日から来週の初めまで気温がぐんぐん上がるということで、で、私もね、今日はかなり軽装でいます。で、まぁ、ちょっと最近ね、日本で、悲しい事件がね、ありましたよね。それでちょっと私もね、気分が落ち込んでいたんですけども、やっぱりね、人間ちょっと単純で、こんなに、ね、お天気良かったらまたちょっと気分がね持ち上がってきて、で私もね今日また動画をね撮らせていただいています。でそれでですね、この最近なんですけれども、3月半ばから、ロシアウクライナ問題もあり、でまたね、コロナの問題もあって、経済的にかなりちょっと厳しい状況にありますよね。これは、ドイツ日本に限らず世界的な問題なんですけれども、でそれで、私たちの身の回りの、生活用品、食料品、でそれからガソリン、電気代とか、いろんなものがね値段が上がっていて、で私たちの、生活のね、この負担にもなってきていますよね。で、そういった、生活用品の、他に、こういったねブランド品なんかもね、値上がりしているんですね。で、それでですね、今回お話しさせていただく内容なんですけれども、実はですね、私は今日は、カルチュエのね、お店に行こうと思っています。で、皆さんもご存知のね、ブランド、宝飾品、またね、時計のブランドなんですけれども、カルチュエなんですけれども、で、私ね、実はね、カルチュエがすごく好きで、で、若い時から、このね、時計とか、またね、今日ちょっとつけているピアスなんかも実はこれカルチュエなんですね。あと、この指輪なんかもそうなんですけれども、人からいただいたりとか、あとはこの自分で買ったりとかして、少しずつ、この集めているというよりも集まってきているような状況なんですけれども、で、それでですね、こういったね、宝飾品、時計とか、この有名なブランドの商品っていうのは、こういう状況になっても、高い値段で、この販売されているっていう状況があるんですね。で、私、去年の12月に日本に帰った時に、いらないね、ちょっと使っていないブランドなんかは、処分をしに、ちょっと質屋さんに実は行ってきたんですね。で、そこで、ちょっとね、買い取りをしてもらったのと、で、それと、お店の方にお聞きしたら、例えば、こういったね、このルイ・ヴィトンになるんですけれども、こちらのルイ・ヴィトンなんかでも全然ね、値落ちしていない状況で、逆に、値段が上がってきてるような状況らしいんですね。で、そういう状況で、やはり一部の商品は、さらに、こういったね、高級ブランドですね、このルイ・ヴィトンとか、エルメスとか、例えば、こういったカルチュエとか、ロレックスとか、そういったものは値上がりしているということで、こういう状況だからこそ、おそらく、こういったね、高級ブランド品を購入されている方もね、この資産の一部として、買われている方なんかもいらっしゃると思うんですね。で、私なんかもね、もうちょっと前に、こういう状況になることを知っていたら、買っとけばよかったとかってね、ちょっと思いつつもね、もうこういう状況ですので、で、今日なんですけれども、なぜにちょっとカルチュエショップに行こうかと思っている理由なんですけれども、私の住むこのドルトムント市にはカルチュエはないんですね。で、ここから、1時間ほど、電車に乗ったところにデュッセルドルフ市というのがあって、そちらの中心地にカルチュエの本店があります。で、私もね、2、3回行ったことがあるんですけれども、最後に行ったのは2019年なんですね。で、そこで私は、今つけているこのカルチュエの、これサントスっていうモデルで、かなり古いモデルでもう廃盤になってるんですけれども、この電池が切れたんで、電池交換のために行ってきました。で、2019年に、この、カルチュエなんですけれども、サントスの新しいモデルを出すということで、キャンペーンをしていて、で、それで、このカルチュエの、時計の無料
の交換、あとはその点検をしてもらえるっていうキャンペーンを、私はね、たまたま見たウェブで、まあそれを見つけて、それで私はまあ申し込んだわけなんですね。で、それで、まあ私も、まあその対象者になるということで、まあこのカルチエの、まああのものをね、このこちら、まあ保持、まあ保有しているものとして、まあちょっと受け入れられたので、あのこちらね、ちょっと電池交換をしていただいたんですよ。で、あとね、ちょっと点検もしてもらいました。で、まあ、その時のね、まあ、こういったね、まあ、レシートなんかもね、残っています。まあ、どういったね、ちょっと、対応してもらったかっていうことなんですけども、で、それに加えてですね、私は実はですね、この時計の、この、こういったね、この突き出たところ、この、まあ、回す、このね、時計、時間を合わせるところなんですけども、ここに、サファイアがついてるんですけども、ここの部分がちょっとね、傷がついていたんですね。で、どうも私ちょっとね、その1年ぐらい、その前の1年ぐらい前に、まあ家の近くの、このドイツ在住だったんですけども、家の近くの、まあ、お店で、まあなんかね、すごく安くで5ユーロとか、まあそんなもんで、その電池交換もしてもらったんですけども、その時に、まあ取り扱われた方が、どうもちょっと傷つけてしまったみたいで、まあそこからちょっと私も反省して、まあもうね、その、やはりちょっとそういう正規店に行って、で、それで、やっぱりちょっと宝飾を扱う専門の人に、まあ、こういったね、まあ、高級、まあ、この宝飾の、まあ、腕時計なんかはね、電池交換してもらった方がいいなということで、で、たまたまそのキャンペーンに巡り合ったので、私は、無料でね、交換してもらって、この電池交換はしてもらったんですけども、ついでに、まあ、この傷のついたサファイアの部分、ですね、こちらもね実は交換してもらったんですね。でその時はまあちょっと自費になるんですけれども、でもねそれほどちょっと値段高くなくて、50ユーロ、まあ、日本円でまあ6000円とか7000円ぐらいでね、この石の部分をね交換してもらって綺麗になっています。でそれでですね、今回ね、ちょっとそのカルチュエに行く、まあ、理由なんですけれども、今回も電池交換なんですね。でこちらなんですけれどもね、このカルチエのね、時計になります。サントスっていうモデルの時計なんですけれども、で、これもね、私ね、10年前に、10年以上前かな、に、日本で自分自身で購入しました。まあ、自分のご褒美ということなんですけれども、で、実はその時に私、大学院に、まあ、ちょっと入学することになって、まあ、試験を受けて合格したんですね。で、それで、まあ、お祝いにということで、まあ、こういったね、ちょっと時計をね、買ったわけなんですけれども、で、シンプルで、で、仕事とか、まあ、こう、プライベートでも使えるということで、私はこの、タンクフランセーズ、ピンクシェルというタイプのね、この時計を買ったんですが、この時計のね、電池がね、切れていて、今ちょっと使えない状態なんですね。最後、電池交換したのが、おそらく、5年前、日本に帰った時に、まあ、交換したと思うんですけれども、それで現在ね、ちょっと今、またちょっと時計の電池が切れてて使えない状況ですので、で、これを交換しに行きたいと思います。で、このね、タンクフランセーズっていうのは、1917年に、まあ、この発売されたわけなんですけれども、このフォルムが、この戦車を上から見た時の、まあ、このね、絵をかたどったものらしいんですね。で、まあ、この平和を願ってという意味合いのある時計で、今ちょうどね、この時期に、やはりね、ちょっと私もつけたいなと思っているんですね。まあ、今ちょっとね、ウクライナとかロシア問題とか、いろんな問題に私たち戦っている状況ですので、で、それで、まあ、今回は、こちらのね、時計の電池を、まあ、交換に行きたいと思います。で、それでね、まあ、気になることなんですけども、今ね、こういった、まあ、この、まあ、ラグジュアリーな、まあ、時計とか、まあ、宝飾品もかなりちょっと値段がね、上がっているようなんですけれども、で、この電池交換も、まあ、無料ではないですので、まあ、有料になりますので、まあ、お値段どれぐらいかなと思いますよね。で、それで、まあ、あとはちょっとコロナ規制とかの問題で、まあ、その電池交換とかも、まあ、気軽にね、できる状況なのかということで、私は先日、カルチエに電話をして聞いてみました。で、そしたら、まあ、今ね、まあ、予約なしで、電池交換してもらえるということと、あとお値段も聞いたんですけれども、まあ、ここではね、まだね、ちょっと電池交換してもらってるわけではないので、ちょっと正規の値段分かりませんので、ただ聞いています。ですので、まあ、後ほどね、皆様にね、
このカルチエの電池交換の電池のお値段がいくらだったのか、値上がりしているのかどうかということで、今回ね、ご紹介させていただきたいと思います。でね、またね、ちょっとデュッセルドルフのね、街並みなんかもね、ご紹介ね、させていただきたいと思いますので、引き続きどうぞご覧ください。現在私は、デュッセルドルフ市の中心街カーニヒアリーに来ています。でドルトムント市から電車で来たんですけども、待ち時間も含めて、2時間ぐらいかかっていたんですが、もうすごく、ね、混んでいて、で電車の、ね、遅延もかなり多かったです。で、ようやく着いて、ね、よかったんですけども、でこれから、カルチュエに行きたいと思います。もう、ね、すぐそばにあるんですね。でね、ちょっと早速、ね、行ってみたいと思います。こちらね、ケーニヒアリーなんですけれども、たくさんのちょっとブランドショップがね、立ち並んでいるんですけれども、ちょうどね、正面にあるのがカルチュエになります。ちょっと入り口のところにね、警備の方がね、ちょっといらっしゃるんで厳重なんですけれども、順番待ちねされていますね。でちょっと並びたいと思います。ちょっと人数制限ねされているようなんでね、待ちたいと思います。今、カルチェのお店で順番待ちをしています。で結構混んでいるんですね。でこの待っている間に、ちょっとサービスでコーヒーを、ね、入れていただきました。でこういった感じのものなんですけどね。でいただいて、ね、待ちたいと思います。すごい嬉しいです。でなんか時計の電池の交換と同時にね、ちょっと、ね、クリーニングを、ね、していただきましてね、ピッカピカになりました。超音波ですもんね。そうですね。はい、ありがとうございます。こちらのねキットもいただきました。来てよかったです。ということで後方にあるこのカルチエに行ってきたんですけれども、1時間半ぐらいの、ね、滞在だったんですけれども、私の時計は、この電池を交換していただけることになったんですけれども、職人の方が夏休みということでちょっといらっしゃらなくて、私の時計は、ここから、ミュンヘンの工場に、ね、送られて、でそちらの職人さんによって交換されるということなんですね。で3週間ぐらい、ね、ちょっと待たないといけないということで、また引き取りに来るという形になりました。で今回ご対応してくださったのがなんと日本人の方 ですごくね詳しく親切に、丁寧にご対応してくださいました。でそれで、またねちょっと出来上がり次第、ご連絡していただけるということなんですけれども、でついでに私のねちょっとつけているカルチエの商品の、時計とあと指輪もね洗浄していただいたんですね。でそれでねもうピカピカになりました。でおまけにちょっとね保存袋とあと洗浄キットなんかも
送ってくださってね、まあ、本当にいたせり尽くせり、またコーヒーなんかもいただきましたのでね、もうサービスでね、まあ、さすがねトップブランドだなって感じました。まあ、そういうことなんですけれども、でこの電池の交換の値段なんですけれども、今日お聞きしたら45ユーロっていうことだったんですね。で私ねあんまりそんなに値段が全然上がってないんでちょっとびっくりしたんですけれども、まあでもお店のねちょっと方に聞くと、やはりこのコロナと、まあ、このね、まあ、ウクライナのまあねこういう状況になってから、やはりちょっと値段は全体的に上がってるっていうことなんですけどもね、まあそれでもねたくさんのねお客さんが見えていらっしゃいました。まあ、そういうことですが、またね数週間後に私はまあこちらのお店に自分の時計を引き取りに来ますので、まあ、その時点でね、まあ、トータルね、まあ、おいくらぐらい、まあ、このね電池交換と、もしまたねちょっと修理しないといけない部分があったら、また付属でね、まあ、お金払わないといけない形になるんですけども、その時点でまたね皆様にねご報告ねさせていただきたいと思います。まあ、仕上がりはどうだったのかっていうこともねお伝えさせていただきたいと思います。で今日もねご視聴ありがとうございました。